千葉大学看護学部2年の大和田由良と申します本日は15分という短い時間ですが千葉大学看護学部の魅力についてお話しできればと思いますよろしくお願いしますとまずえ軽く自己紹介をした後に千葉大学看護学部の特徴 えっと、そして私の受験のお話と大学生活のお話の順にお伝えできればと思いますと先ほどから話している私は一体誰なんだろうと思っている方もいらっしゃると思いますので自己紹介をさせていただきます改めまして私は千葉大学看護学部2年の大和田由良と申しますサークルは 千葉大学看護学部がある井の花キャンパスの大学祭井の花祭の実行委員会に所属していますちょうど今度の日曜日11月3日に開催するのでお時間ある方はぜひいらしていただければと思います出身は福島県いわき市で大学1年生の頃から千葉に引っ越してきて千葉市で一人暮らしをしています入試は、えっと、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが 千葉大学看護学部に入るには一般選抜か学校推薦型選抜を受ける必要があって私は学校推薦型選抜を利用して入学しました続きまして千葉大学看護学部の特徴についてえ在学生の視点からお話しできればと思いますパンフレットとかえホームページとかいろんなところに情報はあると思うんですけれども本日はえ在学生がどのような生活を送って看護学部を 看護学部で学んでいるのかとかそういった視点からお話しできればと思います。千葉大学看護学部の最もわかりやすい特徴っていうのが三つの国家試験受験資格を取得できることかなと思います。えっとまあ看護学部なので看護師の国家試験受験資格は基本的には取得できるんですけれども千葉大学の特徴として保健師の国家試験受験資格も基本的に全員 取得することができます。これはかなり珍しいことかなと思います。また助産師の国家試験受験資格も取得するこで取得することができて、えっと3年次に進学する際に選抜試験をに合格すると助産師の養成課程に進むことができます。そして少しテーマから離れてしまうんですけれども、大学院進学を推奨しているというのが特徴として挙げられます。 先生方がストレートで大学院に進学することをお勧めしていて大学院の先生方にお会いする機会が多かったりとかティーチングアシスタントの方に大学院生がいたりとかしてご自分の将来の選択肢として大学院進学を選択しやすい環境にあるかなというふうに思います。 えっと次の特徴が授業の質が高く学習環境がとても整っています先生方は豊富なキャリアを築いていらっしゃって国内にとどまらず海外の病院で勤務された経験がある方もいらっしゃいますそういった先生方の人生経験だったり臨床での経験などをもとに授業してくださるのでただ知識を得るだけではなくてそういった実際の現場の声なども聞くことができる授業を受けることができます また、とても熱心な先生が多くて、自習のサポートがとても手厚いのも特徴かなと思います。大学病院の看護師さんも、他の大学の友達に聞いたりすると、千葉大病院はかなり優しいのかなと思います。そして、千葉大学看護学部は、ナースサイエンティストを育成するというのを理念として掲げていることも特徴かなと思います。ただ、えっと、知識とか 主義を暗記するのではなくて科学的根拠に基づいた看護を展開するっていうふうに学習をしてくださいますそういった点でもその千葉大学看護学部の特徴というかレベルの高い看護の授業をしてくださるというふうに私は考えていますそして先ほど薬学部の方のお話にもありましたがとても同期が勉強熱心で自分の勉強のモチベーションにもつながっています お互いに高め合える環境にあるのかなと思います大学から、えっと、病態の勉強会だったりの案内が来たりするんですけれどもそういったものに友達と一緒に参加したりとか、えっと、そういった機会にも恵まれています続いて特徴最後になるんですけれども関東にある総合大学であることそして医学部薬学部看護学部が同じキャンパスにあることも私は大きな特徴かなと思っています 専門科目だけではなくて教養科目なども学ぶことができて人間性を育んで教養を身につけることができます看護っていうのは結局最終的にはこう人間対人間になってくるので自分の人間性っていうのがとても重要になってくると私は自習をしししてすごく実感しましたそういった点でも総合大学で教養科目を学ぶことができるっていうのは大きな特徴かなと思います そして他の方のお話にもあったように IPE という授業があって学生のうちからチーム医療を学ぶことができますこれも医学部薬学部看護学部が同じキャンパスにある千葉大学だからこそかな,かなと思いますそして看護学部を志望する方っていうのはやっぱり資格とかそういったことに目が行きがちで将来は看護師とか保健師助産師っていうふうになりがちなんですけれども 専門が違う学生とも知り合うことで例えば企業だったりとかそういった視覚から目を離して将来の選択肢を考えることができるっていうのも特徴かなと思いますそして全員留学の制度があるので必ず留学することができますと英語だけではなくって海外で看護の勉強をすることができるっていうのも私はすごくいい点かなと思っています私も実際に 今年度の春休みにフィンランドで社会保険システムを学んでこようかなと思っています続いて私の受験についてお話ししますそもそも何で私が千葉大学看護学部を志望したのかというところからお話ししようかなと思います私は高校生の頃は看護師とか保健師になりたいというふうには思っていなくって 純粋に看護という学問に興味があって看護学部を志望しましただからこそナースサイエンティストを育成するという理念を掲げ,る掲げている点や留学や研究に力を入れていること関東にある総合大学であることなどが千葉大学の魅力がとても私にマッチしていましたそして先ほどもお話しした通り学校推薦型選抜を利用しました私は高校生の頃は 課外活動に力を入れていて生徒会だったりあとは留学したりとかそういった自分の強みを活かせる入試形式形式が学校推薦型選抜でしたただその留学をしたんですけれどもコロナの影響で高校3年生の夏休み1ヶ月まるまる留学することになってしまって学力面ではやっぱり他の受験生には遅れを取ってしまいましたただそれをカバーしつつかつ自分の強みを出せるというのが学校推薦型選抜でした ししして受受験験では5校受験しました。文科省管轄外の大学校を1校でこれは千葉大の推薦の一次試験の型ならし的な感じで受けさせていただきましたあとは私立大学私立の看護系大学を4校受験してうち合格が3校でした受験勉強は最後まで A 判定などとても取れたものではなくてもしは最後まで D 判定と E 判定行ったり来たりという感じで C 判定は3年間で一度も取ることができませんでしたでもこんな私でも千葉大学看護学部になんとか合格することができたので今苦しんでる高校3年生の方などぜひ諦めないでいただけたらと思いますと塾はほとんど通っていなくって学校と図書館で集中して勉強していました 福島県出身だったので、えっと、長距離の移動をなるべく避けて共通テスト利用などを多く利用して本命の受験に体力を温存していました続いて、えっと、私の大学生活についてお話ししようかなと思います、えっと、住まいは1年児は西芝キャンパスで2年時は井ノ花キャンパスの近くに家を借りていました 1>, 1年児は教養科目があって基本的に西芝キャンパスの授業になりますなのでやっぱり家でも家も西芝に借りる人も割といたのかなと思います2年次からはお引越しをしました学生寮に住んでいる方もおそらく20%くらいかなと思いますがい,います課外活動では、えっと、先ほども書いていたんですけれども井の花祭実行委員会に所属しています 基本的に多くの人が井の花のサークルや部活に所属しているかなと思います、まあ、西芝のサークルに入っている方もいらっしゃるんですけれどもやっぱり距離だったりもあって結構少数派かなと思いますただ西芝のサークルはやはり井の花と比べて種類とか規模感がやっぱりかなり大きくなってくるのでそういったメリットもあるのかなと思います で看護学部って聞くとやっぱり YouTube のあるあるとか見てる方もいらっしゃるかもしれませんが忙しくってバイトとかサークルはなかなかできないのかなというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんでも千葉大学看護学部は他の看護系大学に比べてかなり余裕のあるカリキュラムになっているので、えっと、バイトとかサークルも両立することができるかなと思います ここまで話してきたんですけれども具体的なイメージっていうのはなかなかつかめないかなと思うので私の一日の生活も添えようかなと思います高校生の方はびっくりするかもしれませんが朝は7時半に起きています一限が8時50分からあるのでそれまでに急いで準備をして日によっては走って大学まで行ったりしています二限まで授業を午前中は二限まであるので授業を受けます 一コマ90分で合間に10分間の休みがあります。12時になったら学食で昼食を食べています。三限を受けた後に授業がない日は友達と図書館に行ってレポートを書いています。この時間にオンデマンドの授業を受講したりしています。16時になったらサークルに行って医学部、薬学部の友達とかと一緒に活動しています。帰宅したら家事とかをこなして 課題をしたりサークルの仕事をしたり趣味の時間に充てていますこの時間にバイトをしたりとかお頼み会に行ったりする日も予備によってはありますで24時に就寝するという生活を基本的に送っています次がやっぱり気になる人もいると思うので実習がある日の生活も入れてみましたさっきとは打って変わって5時半に起床しますそしたら体温などを確認してその日自分が実習に行ける体調なのか 確認します大丈夫そうだったらそのまま準備をして7時半に病院に到着してお着替えをして7時50分に病棟に到着して実習が始まります実習のお昼休憩が12時からになっています12時になったら職員食堂に移動してで職員食堂で昼食を友達と一緒にとっています 千葉大病院の職員食堂は安くてとっても美味しいので入学したらぜひ食べてほしいなと思っています13時になったら実習再開して15時になったら終わりというふうになっていますその後は学内で実習記録を作成して作成して次の日の看護計画を練るというふうになっていますこの時に借りている教室に先生方が顔を見せてくださることがあって質問したりとか すすることもできますやっぱり熱心な先生が多いなというふうにそういう点でも感じることができますその後は帰宅して分からなかった病態について調べたりとか終わらなかった記録とか次の日の看護計画について練りますそして23時には就寝して睡眠時間をしっかり確保というふうな生活ですここまで、えっと、私の大学生活とか受験についてお話しさせていただきました 短い時間ではあったんですけれども、千葉大学看護学部の魅力を感じていただければ幸いです。皆さんが入学する日を待っています。ありがとうございました。